東京タラレバ娘は、東村明子による日本の漫画作品。キスにて2014年5月号から2017年6月号まで連載された。同誌では、開月姫も連載されており、日本立てで掲載されることもあったが、2015年10月号以降は、本作が迷号連載、開月姫が各月連載となった。単行本は、全9巻と番外編。 東京タラレバ娘、リターンズが発売された。2021年2月時点で電子含むシリーズ累計550万部を突破している。2013年9月に2020年のオリンピック開催地が東京に決定した後、作者のアラサー・アラフォーの独身の友人たちが次々と一人で東京オリンピックを見るなんて嫌だと言い出したことを元ネタにしている。 2017年に日本テレビ系にてテレビドラマ化された。2019年から新シリーズの東京タラレバ娘シーズン2が同じくキスの2019年6月号より連載中。2021年7月には本作とカントリーマームがコラボレートし限定商品が発売。あの時彼がもう少しセンスが良かったらプロポーズを受けていたのに。 バンドマンの彼が、もう、少し目が出る、可能性があったら。こうしていたら、ああすれば、高い理想を掲げて、根拠もなく、家庭の話を積み上げているうちに、気がつけば、独身のまま33歳になっていた。脚本家の鎌田智子は、恋も仕事もうまくいかず、高校時代からの親友である子を、小雪と焦りながらも、女子会を繰り返す日々を送っていた。 そんな話ばかりしていると、突然、金髪の美青年に、このたられは女、と言い放たれてしまう。いつの間にか金髪の美青年は、いつもの飲み屋ノンベイの常連となり、と子たちと何かしら関わってくる。三人は、親友同士で、ことあるごとに、女子会と称して、飲みまくっている。2017年1月18日から3月22日まで、 毎週水曜22時から23時に日本テレビ系水曜ドラマ枠で放送された。吉高由里子は2014年の花子と姉以来の連続ドラマ主演となった。東京タラレパ娘2020と題して2017年1月期に放送された連続ドラマから3年後の女たちの姿を描くスペシャルドラマが2020年10月7日に放送された。本校は 原作と一部異なる設定があるため、ドラマ版の登場人物を記述する。たられば女その他ゲスト連続ドラマスペシャルドラマ、東京ダラダラ娘のタイトルで、2017年2月22日から、Hulu で、前後話で配信。3人が独身をこじらせた、アラフォー女性に奮した、ショートコメディドラマ。キャスト東京ダラダラ娘に関するカテゴリー。 東京タラレバ娘2020に関するカテゴリー、ありがとうございます。